お願いします。後ほど20分ぐらい待ってください�さんこんにちは、柳井真です。一人ランチですお弁当を食べていきたいと思います。今日はね、一緒にあのスタッフさんと選んできたんですけど、何弁当なんだろうこれ。焼き飯弁当、名前は焼き飯弁当って書いてあるんですけど、なんかお野菜がゴロゴロ入ってて、でカレーなんですって。これがカレーで、ご飯、ナスが乗ってるご飯。はい、でね、温めてくださったんですよ。ちょっとチンして、だからちょっと湯気出てる。あったかそう。温めていただけるのって大きいですね。ということで早速いただきたいと思います。いただきます。夢なの夢。いただきます。あ、本当にすごいいっぱいお野菜入ってる。ネギ、すごくおしゃれなお弁当屋さんでした。なんかお野菜とお肉もあったし、お魚もあったし、このお弁当屋さんのフロア自体がもうめちゃめちゃおしゃれでしたね。やっぱすごいね東京って。今日はね、喋れないんだよ。なんかちょっと喋ってる間にさ、なんか余計なこと言っちゃうっていうか、なんか脱線しちゃうんだよね話が。なんなんだろうこれ。なんで話してる間にいろいろこうさ考えちゃうんだろう。なんかあ、やっぱ違うかみたいな。別にこれ言わなくていいかって話してる途中に思っちゃうんですよ。だから話が止まっちゃう途中で。なんなんだろうこれ。ね、別に話さなくていいことなんだけど、最初から話さなきゃいいのにさ、言いかけて止まっちゃうのいつも。あ、舞茸入ってる、嬉しい。舞茸大好き。うん、占いの動画上がったじゃないですか、この間。2023年を占っていただくっていう。それでね、お金をいっぱい使ってしまうと言われて、本当にそうだなって思ったので、ちょっとね、自分に厳しく生活したいですね。なんかもうお金あるうちに使いたいじゃんって思っちゃうでもね、将来のために貯金もしないいけないなとか思ったりするし、計画っていうのがすごく苦手なんですよね、これをこの日から始めるって決めたとしても、まあ3日どころかも1日2日終わっちゃう時もあるし、全然減ってない。すごい語っちゃった今日そうだ、10万人ももう少しですね。もうこれ撮ってる時10万人いってるかな。撮ってる時じゃない、上がってる時。本当にありがたいです。
まあね、2022年の12月までに10万人を達成したいっていうのは言ってて、それがね達成できなかったんですけど、ほんと惜しかったの。もうちょっとのとこだったんですけど、惜しくて。まあそうですね、銀の盾を楽しみにしております。今もまたなりました。言わなくていいことを言っちゃったなっていう、別に何もオチのない、そうオチのない話をしちゃうの。それ私の話にはオチがないんですよ。だからつまんないの。そう、それね、友達の誰かに言われて確かにと思ったんですけど、なんか思いついて あんなことあったなとか、その場で喋りたいこと喋るんですよ。喋るんだけど、だから何っていう、でっていう話をしちゃう。なんでそんなさ、喋ることがさ思いつくんだろうって思う。悩ましい。ちょっと食べ進めますね。いつも一人ランチの時、微妙な量を残していつも閉めちゃうんですけど、ちゃんとカメラ止めて終わった後食べてるんで信じてくださいね。やっぱしゆっくり食べたいなって思うじゃん。前の一人ランチの時も言ったけど、だからちゃんとその食べ物を味わって食べたいと思っているので終わります。はい、ということで、駅飯弁当だっけ、駅飯弁当、お野菜とお肉のお弁当、カレーのお弁当を食べました。これはカメラ止めた後に食べます。黙って食べます。何も喋らず味わってゆっくり食べたいと思います。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイビー。チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。